いきなりここから始まったら皆さん何か分かってないと思いますね。これミヤタンチャンネルです。はい。ね、今ちょっとね、トレーラーの足をね、くるくる回してますね。足浮きましたね。はい。ご紹介しましょう。僕のね、トレーラージャパンの先輩で、小松さんっていうね。はい。よろしくお願いします。大先輩です。はい。今日はちょっとね、会社の方でね、シャワーとか皆さんね、富士グループの方とかね、富士運輸の方とか、まあ、東和運送さんとかね、まあ、もちろんトレーラージャパンも使いますけども、ちょっとシャワーのね、ちょっとルールというか、ちょっと細かいことがね、ちょっと変更になったんで、ちょっと皆様にね、ちょっとご紹介、まあ、知っておきたいなと思ってね、ちょっと先輩と2人でね、ちょっとご案内したいなと思います。はい。準備は整ったようですね。はい。なんか俺のストーリーみたいな。いや、ほんまやね、僕全然映ってないっていうね、どういうことかなっていうね。でちょっとシャワールームから行きましょうかね。これはい、これ書いて、名前書いて、日付と時間と名前と、まあ所属の部署、例えば何営業所とか何支店とか、トレーラージャパンの本社勤務やったら本社。ちょっとドアップでそこを拡大しましょう。はいはい、こういったボードがあるんで、日付と、使用の時間書いてもらって、あとお名前書いていただいて、ね、本社とかね、東和運送とか富士運輸とか書いていただいて、ほんで終わったらね、忘れ物ないかこうチェック必ず入れてください。で、このチェック丸ついてたら、最後この出るときにこうチェックして丸するようにしてください。そしたら次の待ってる人ね、ここ丸ついてなかったら、あーミヤタン入ってるんやなって分かると思います、ね。うん、だからこの丸が逆についてなかったらまだ入ってるから、まあ、この外のこの、ね、待機場というかこことか休憩室とかありますんで、こちらの方でね待っていただいて。ボールペンもあります。ボールペンもここにねありますんで、くれぐれもねボールペンをね取らないように。かくらない、はい。で電気は小松さんどこにありますか。あ、これですかね。上がこれで、上が電気で、下がファン、ちっちゃい、あ、ちっちゃい扇風機と、ちょっと換気扇ね、ちょっと、うん、あれなんでね。で、足マットが、で、足マット、マットですね。マットで、はい、これが給湯器のスイッチ。汚ねえな。これ、これはスイッチ、ちょっとお風呂入る前は必ずね、これスイッチオンに運転ってしてくださいね。水しか出ません。でこれね、普段ね、終わったらこう開けて、通気よくして開けて帰るんですけど、こうなるとスイッチが隠れちゃうんで、初めて来た人は中入った瞬間冷たっ、お湯出えへんやんってなるんで、必ずここのこれねオンにして、で使い終わったら必ず切るようにしてください。でお風呂場のスイッチはここですね。で、中がつくという感じでね、こんな感じで、スタンドと一緒で、またね、最後はちゃんと下ね、流しといてくださいね。で、マットは使い終わったマットはここ。そう、使い終わったマットはここですね。使用後のバスマットタオルはここに入れるようにしてください。はい。はい、これからが問題。はい、これから、これの説明をちょっとやっていきたいと思います。このまま、換気扇が、換気が悪いんで、窓。開けときます。普段は電気消して、ファン消して、ストッパーがない、うん、から風でね、バタバタするんですよ、風強い時ね。でこれのやり方をね、ちょっと先輩にね、ちょっと教えてもらいましょう。ゴムをかけてで、突っ張り棒があって、突っ張り棒入れるとこね、ここのドアのとこに当ててもらって、でここのこの中にこう 1,2,3 段目一番上にここに入れると、ガチッと決まりますん で、 これをこのゴムがちょっと分かりにくいんですけど、ここのトイレの、はい、このボルトに、このここのボルトですね、ここにかける感じです。はい、これでバタバタ、あんまりバタバタならないという、これで完了ですね。最後はまあ換気よく換気扇回して、ゴム止めていただいて、ね、電気は消してくださいね。
はい、で、あのここ最近なんですけどね、ちょっとあのこの足拭きマットやその他あの備品は持ち帰らないようにということでね、もしあの持ち帰られてる方とかおられましたらね、もう絶対持って帰らないでくださいね。会社の方はちょっと困ってますんでね。で、あとここはあの忘れ物、ずっとこれ置いてるんですけどね、歯ブラシとかウルオスとかね、忘れ物のないようにって書いてるんでね、まだね、これあこれ俺のや、これ俺の歯ブラシやって思った方はね、ここへ取りに来ていただいて、はい、ずっと置いてますんでよろしくお願いいたします。はい、あとはまあ洗濯機とかね、ここにね、洗濯するんだ、ここに洗濯機がありますね。ありますね、はい、やめて、あ、ここは取らんか、ここは取ったらあかんかった、ここは取ったらあかんかったで、これ洗剤ね、粉洗剤、オイルとか手で汚れたこの粉洗剤でここでね洗うとね、よく取れるんでね、普通のハンドソープはここにあります。で、ちっちゃい鏡はここにありますんでね、今日ちょっとスマホで撮ってますあ、映っていい人ですか、いいですかですよね、さっきのカットします、はい、こちらが、事務所の方になってまして、まあ、奥はまだね、出勤してきてないんでね、あれなんですけど、まあ、夜間の点呼とかは、まあ、こちらの方でね、こういった感じでアルコールチェックとかね、パソコンで管理いたします。はい、トレーラージャパンはね、あから左折でこう入ってくる感じですね。で、こちらが、給油する場所です。まあ、向こうにまあ1台ね、あの富士のトラックと、トレーラージャパンと、止まってますけども、奥の方に頭向こう向けて止まってると思うんですよ。エンジンかけてね、アイドリングして寝る場合はですね、必ず頭を道側に向けて、ヘッドを向こう向けてアイドリングして寝てください。もう絶対こっちにね、ヘッド向けてアイドリングして寝ないようにだけよろしくお願いいたします。富士グループの方とかそういった方はですね、仮眠する場合に、必ず事務所に立ち寄って、何時から何時まで奥で寝ますよっていうのをちゃんとこのこちらの事務所ありますんで、こちらに報告してください、ね、こちらに今こう、まあ、足しか映しませんが、まあ、ここにいてますんで、こちらに、報告してくださいね。はい、で、自転車ね、セブンイレブンとか他弁とか買いに行くときはね、ここにチャリンコが止まってますんでね、ほんでここにキーはもう差しっぱなしでなってるんでね、乗っていただいてね、セブンイレブンね、他弁行ってください。で、終わったらちゃんと必ずここにね、戻してくださいね。で、ここに休憩室あるんですけど、まあ、ご自由にどうぞっていうことなんで、ここ空き室ってなってるんですけど、まあ、こちら入ったらね、もう札があるんで、使用中、まあ、ご飯食べるとかやったら使用中。で、ここで寝る場合はですね、この仮眠中っていう札があるんでね、これをちゃんとかけてね、グラインダーこう下げたりとかして封鎖してできますんでね。で、中にクーラーとかも完備してますんで、ね、こんな感じでテレビもあります。で、ソファーとありますんでね、でレンジとかもあります。で、こちらに電気はありますね。で、こんな感じで閉めていただいて、はい、で、こちらで、くつろいでいただけるということです。まあ暑いですからね、ここでクーラースイッチ入れてね、リモコンここにありますんで、はい、クーラー入れて、で、ここでご飯食べていただいて、で、終わったら、もちろん、クーラー電気は必ず切っておいてください。よいしょ。おはようございます。いや、もうしかしめっちゃ暑いですね。僕もお風呂上がりなんですけどね。あ、暑い、なんかいいマスクつけてますね、それ。え、あ、富士や、クジラちゃん見えますか？ほら、クジラちゃんのマスク入ってますこれもらったんですか？もらった。あ、僕も多分2枚もらった。あ、2枚もらった。僕も後で多分もらえるかなね、うん、ですね。あ、ほんでタバコ吸う方はね、ここに灰皿あるんでね、引き締め水ね、吸い終わったらちゃんとここに消火してピッてね、でライターここに2つあるんでない人はここでライター、タバコ吸う方はここで吸ってくださいね。くれぐれもこの敷地内の加えタバコとか、タバコ吸いながら歩いたりするのはね、それだけはお控えいただいたら助かりますね、うん、はい、そんなもんでしょうかね。ですね、うん、こちらの電気は何でしょう？ここの上、え、上、上、あ、この天井、あ、ここの上の電気、僕これ知らんかったっすよ。スイッチ、マジで？マジで、マジで知らんかったっすよね、日曜日昼間つけっぱなしになっとる。これね、電気つけたり切ったり節約です。あ、これ嬉しい、僕も知らんかった。節約、あ、誰か洗濯、あ、手洗って貼りますね、はい、後ろ姿がかっこいいです ね、 ね、ちょっとあんまり
はい、今日もね、あの宮丹号と、ほのかちゃん後ろ引っ張ってますね。よくしょよっね、宮丹号とほのかちゃんね、後ろでね、あの向こうまでちょっと遠いんでね、事務所まで距離があるんで、僕いつもこの自転車使ってるんですけどね、あの距離があるんでね、この自転車を乗ってね行くっていう感じで、あらこれあれだ、高さ的にあの自転車映ってないな、あかんやん、自転車映ってないから何してるか分からへん、もう自転車乗ってんの。あっつ自転車乗ってるんやけど、これねえ、トレーラージャパンの自転車です。はい、はい、じゃあ僕はね今からねちょっとねお腹減ったんでね、セブンイレブンにご飯をね買いに行きたいと思います。あ、勝ち合いましたね、10トントラックが来てます。一旦下がります。勝ち合うとね、これちょっとねちょっと戻らないといけないんでね、ちょうど富士の10トンがね来ましたね。新車ですねこれね、日野ですね。はい、こうやってね、あの譲り合いましょうね。歩行者とかねあるんで、皆さん気をつけてね、ここね右と左見てて、ゆっくりとね寝ていってくださいね。これ出る時もねトレーラーでね、右をまああのぐらいまでこうこのぐらいの感覚でね寄せといたらね、ケツは振らないで当たらない。であんだけ右間空いてるんやけども、頭をこっちに切った時にはお尻は間口の真ん中ぐらいまで行くんで、お尻はこのぐらい当たらない感じですね。で、あのちょっと外側には乗用車がいてるんでね、ちょっと曲がりにくいです。あ、さすが先輩ですね、さすが上手ですね。あそこに車が2台止まっていても、木にね当てずに出ていったっていうね。はい、続いてボルボですね。ボルボはこれは三軸ですね、三軸車種ですね。はい、今回ちょっと右がちょっと空き気味でいって、後ろのケツがだいたい真ん中ぐらい、あ、右の方がねこっちから見えないですけど、気をつけないとダメですね。まあ、こんな感じにトレーラーみんなあの左に出て、で入ってくる時も、右側から入ってくる感じで、決してあの右には行かないようにね。どうやらどこかへバックするようですね。こちらの方であの洗車してる方もおられるね、うん、ほなまた小走行してたらまたあの富士運輸の方がまたね入ってきたりとか、こんな感じで10トンはこんな感じね、10トンの場合はこういう感じに入ってきます、うん、これ多分軽油待ちやと思うんですよ、多分あれもね軽油でね、うん、一旦で洗車してるね。これは多分ここにね止めたら向こうに倉庫があるんで、資材をね多分積むんやと思います。こちらね、整備の方で。よいしょ。これいいでしょ、これ10トン。これ。
TRJ って、これ TRJ のこの10トンがね、あるんですよ。ね。この、上に寝台がついた感じのやつがあります。おはようございます。今日はな、資材積むんですか？あ、下ろすんですか？何下ろすんですか？え？何下ろすんですか？大丈夫ですよ。背中しか映してないから。乾燥剤のでかいやつ。あ、何枚ぐらいあるんですか？4、5枚あ、じゃあ僕の手も借りらんでもいけるぐらいですね。いや、洋さんあるんやったらちょっと手伝おうかな思ってたんです。そんだけだけですね、はい、じゃあ大丈夫ですね、はい、こうやってね、ハープをこうやってね、一生懸命よいしょよいしょって下ろしてますね、はい、でこんな感じね、資材をね。カメラ向けられたら緊張するタイプですか？笑ってますやん。飯は、朝飯は？朝飯はサンドイッチですね。ああ、なるほど。じゃあ、いや、末広食堂行こうかな思ってないけど。うん、え？あ、そうなんです。ああ、じゃあ、また今度行きましょう。ね。今日はちょっともうね、僕もね、お風呂入って、ね、次の仕事に備えてですね、セブンイレブンでご飯買って寝ます。はい。暑い。はい、ということで次回の動画でお会いしましょう。宮田でした。またね、バイバイ。あ、映っていい人。映っていいんや。今までモザイクかけ、今まで映し損したわ、ほんまに。映ってよかったよね。いや、だからマスク。あ、マスクしてるしね。お名前は企業秘密ですか？お名前、ついですけど。今日先輩の小松さんも出ましたよ。初宮田チャンネルにね。お仕事頑張ってください。はい、了解です。行ってらっしゃい。まだ回ってるんですか？え、いや、回ってますよ。行ってらっしゃい。はい、ということでね、皆さん今からお仕事に旅立つってことでね、みなたんは今からね、ご飯食べて寝ます。お疲れ様です。あそこ通ったら鉄板がちょっとね、ガチャガチャってなんかちょっと一瞬びっくりしましたけど、僕もね。はい、ということでチャンネル登録またよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。みなたんでした。バイバイ。あ、ちなみにこれ僕がバックしてるんじゃないです。僕撮ってるんで誰かわからないですが、誰かバックしておられます。いや、いいですね。トレーラージャパンのやっぱトレーラーやっぱ爽やかでかっこいいですよね。うん、ちょうどね、今こんな感じで道側に向けてね、まあ、富士トレーラージャパン富士という感じでね、止めてます。でこんな感じで道側に向こうに向けてね、皆さんアイドリングして寝るんだったら止めてください。でこれは左側ね、今から二重駐車するんですよ、後ろに。これは事務所に何時に行って何時まで寝ますっていうのをみんな皆さん報告してるんで、時間に合わせてですね、ここは同じ時間に出るんですよ、ほぼ方、ね、前後が。だから同じ時間に起きて出発するんで、あそこは2つ重ねます。そしたら1台ここ間に開くんで、次来た人がまた止めれるというね、感じです。はい、そんな感じで。はい、今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございます。YouTuber、TikToker、みやたん&みやこちゃんです。次回の動画もまたお楽しみに。チャンネル登録よろしくね。本日もありがとうございました。またね。バイバーイ。